町田か、町田が抑えるか、いやスライディングどうだ、まだある、さあ町田チャンスを迎えていく、さあ枚数が追ってから、あっとバブンスキー合いません、しかしサイドを変えてくる、まだあるぞ、高野マークですね、そうですね、さあスルーパスが通るか、一度出すか、ここから入れてくる、どうだ、クリア、ゴール、同点、町田同点に追いつきます、1対1。いやー今のはクロスが水上にも触ってくれっていう、はい、本当にそういうパスでしたよね。そうでしたね。さあ見てみましょう、このボールなんです、低いボール、いやー時田からのボールなんですね、サイドを変えていくようなボールで、そして山内ですね、ここで、そうですね、はい、一度外へ出していって、いやーもうドンピシャのこのゴールです。